よし、今日も出勤の時間です。マドリガル不動産続きやっていきますよというところでございます。前回ね、ようやっとちょっと難易度が上がってきたね、このミスター小部屋の部屋をクリアしまして、今回やっていくのはもっと難しいであろうと予想される制限時間40分忘れられた美術館挑戦していきましょうか。もうね、徐々に難易度がアップしてきてることをね、体に痛感してきていますが、なんだいこれは。でも前回よりマップ狭くない？真ん中に池みたいのがあるけど、美術館だから真ん中は展示場みたいになってんかな？じゃあいつも通りとりあえずメモ取っていきます。よし、メモ完了。やっていきましょうか。だから30分じゃなくて40分だもんな、今回。物件録忘れられた美術館。じゃあ、潜入、調査開始。あー。まあ、美術館言ってるだけあって、絵は飾ってあるんだな。はい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 。ん？うわ、のっけからさ、わからんくない？別の部屋行きたいにしてもさ、コマンドが一個も書いてないんだけど。マジ？ってか、この場所よね。まず、俺がいるこの現在地を見るに、そこが、二重扉で、こっちが片方扉ってことは、多分ね、一番左下、あった、書いてあるね。騒がしい食卓だね。今俺がいるところがそこだね。一番左下のとこだね。長い廊下っぽいところで。右のヒントが、レモンとレモンとブドウ。で、下が指さしてあんだよな。なんじゃこりゃ。嘘だべ。チェリー、バナナ、ブドウ、レモン。もう順番。で、こっちが？え？これさ、俺、待って、スイッチじゃない？これ。右のさ、ところがブドウとイチゴとバナナとリンゴかな？あれちょっとさ、XABY のとこにあるんだよ。で、下の丸いところがあれホームボタンでしょ。で、左のところがスティックと十字キー。なーるほどねー。そういうことねー。あ、じゃあ簡単じゃない？チェリー、バナナ。これもね、メモっとこう。チェリー、バネネ、ブドウ、レモン。これが、コマンド、このコマンドは、絶対に必要。多分ね、右下のグラフのとこにもね、コマンド入れてくるんだと思うんよ。だから一応、ボタンである、てか予想されてるコマンドは書いてこう、チェリーがこれ上だね。チェリー上、バナナが Y。まあでもこのコマンドってか覚えとけば、後々かなり楽なんじゃない？いちいちここに戻ってくる必要もなくなるからね。じゃあ、この騒がしい食卓に来るためには、コマンドね。食卓。食卓に行くためには、チェリー上、バナナだから Y、ブドウだから X で、レモンだから右、上 YX 右が食卓に行くためのコマンドなんだろうね。違うよ。これだって別のところに飛ぶあれだもん。ちょっと待ってさ、右上の画像を見るとレモンが2つあるんよ。ん？まあいいや、一旦飛ぶ？ここ帰ってくる必要もないってことだもんな。じゃ、飛ぶか。はいはいはい、これで行く場所が？秩序と順番。これが食卓じゃなくて秩序と順番ね。秩序と、まあ、秩序でいいや、メモは。秩序と順番の部屋に来るのがこの、魔法。トベールがこれね。で、飛んできたところが、バナナが目の前にあって、ストライプ柄のところに何かしらあって、鳥？小鳥があって、チェリーとレモン。え、上を見る感じ。なんだあの亀裂。なんだこれ。ちなみに秩序と順番は？あ、正面の扉。
下は特に何もない。下も何もなさげだね。このストライプのこれはさ、ダイアリー。リンゴ、指が右下に向いてる。で、左に向いてて、一番左のやつが右下に向いてる。フォークとスプーンを持ってる。下がバナナ、上がリンゴ。なんだい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 これは。ね？鳥が、1、2、3、4、5。これ順番があるな。待て待て待て。これさ、反対側にさ、いや、反対側には何もなかったはず。この鳥の反対側のところに、何も絵は飾ってなかったはずなんだよな。なんだこれ。順番に押してく。左に指を向いてるって何なんだろう。これグラスが左、いや、そんなことねえよな。右下なんてコマンドねえもんな。おい、なんだい。ここにバナナがあるのも謎だしな。チェリーとレモン。で、鳥だろ？やっべえ、わかんねえ。え、これさ、ちなみにさ、あー、戻れねえわ。戻れねえわ。おい、なんだよ、これ。やばすぎ。やばすぎ、やばすぎ、やばすんぎ。秩序と順番？あ？これ以上何もヒントがないんだよ。あ、わかったかも。あ、わかった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 。これさ、リンゴ、グラス、フォーク、スプーン、バナナの順番で押せばいいんじゃない？右下のあのヒントを見ると。多分そうじゃない？え？違うかな？とりあえず一回やっ、いや、わからない。やれることやってこう。ね、リンゴだからつまり B。グラスが下。で、フォークとスプーン。フォークとスプーンが左。で、バニーニーが Y。B、下。B、下。左、Y。あーいけたん。これ皿。皿の上。これ皿の上に行くための、魔法。でもさ、さっきのさ、鳥んところのヒントも、これが鳥んところだ。ちょ、行った！行った！あの、鳥をメモろう。これ反転とかしてんのかな？鳥んところ。トリンドルは、これは、1、2、3、4、5。これ多分鳥がいる、その、かつ、1話、2話、3話とかのところ。だから真ん中、右下、左下、左上、右上の順番で、さっきの反転してるところのやつを押せばいいのではと思うんだが、どうなんだい？これ、反転してる？右上に、あ、ごめんね。何回も確認して申し訳ない。まあ、やべ。右上にシールが、あ？反転してなくない？え？飛んだ時の位置がわかんねえ。これ両方ともさ、同じところに扉が書いてあるからさ、うわぁ、これで一回失敗する可能性あるなぁ。でもやってみるだけやれるか、やれることやっとかないとだもんなぁ。リンゴが3つ。チェリーが1個。リンゴとグラス。これさ、最終的にさ、リンゴの個数のさ、合計何個ありましたかみたいなのもありそうだよね。とりあえず、まあ周り見て何もないこと確認しました。はい。じゃあこれだな。順番通りに打てっつんだったら、レモンが1だから、まあ、右。で、フォークとスプーン。フォークとスプーンが左。バナナが Y。
グラスが下で、いちご、いちごが、チェリーだから上、いちごが、チェリーだから上で順番で書くと、右、左、Y、下、上、これが反転してたら、まあ、逆から入力すればいいだけ。入力してみる。反転してますね。ってことはこれでいいのかな。え、違う。あー、なんだこれ。え、俺の何かが間違ってる可能性ある、これ。ちょっと待って、一回もう一回試してみるか。レモンが右だろ、でバナナが Y だろ、で、フォークとスプーンが左だろ、でいちごチェリーが上だろ、でグラスが下だろ。いや同じだ。だコマンドもこれさ1個じゃないね。レモンがずっと俺の中では右ってなってるけど、あの枠線のところに2個入れられるものがあるってことは多分他にもあるんだな。なんだこれ、やべえとこ来たかもしんねえぞこれ。はたまたこれは入力する順番ではなく他の何かに関わってきてるのかっつーとこだよな。待って、本当に分かんなくなってきちゃったよ。この謎は解けたからいいんだよ、この謎は解けたからいいんだけど、ここの謎が分からない。ちょっと待てよ、冷静に考えろ。大丈夫、寝起きの俺でもいけるはず。なんだねこれは。バナナが1個だけ、はあ、バナナ2個ある。グラス、フォークとスプーン、レモンとチェリー。しかしグラスは1個しかない、フォークとスプーンも1個しかない。この部屋にある個数だけでは完結しないね。しかしこっちに行くとフォークとスプーンが1個ある、リンゴは3つでチェリーは1個、グラスが2個になる。向こうの部屋とこっちの部屋で合計数で何が分かんのっちゅう話やな。個数が出たところで分かんなくね、コマンドなんか。バカなん？いやね、向こうの部屋とこっちの部屋にあるこの亀裂も分かんないんだよ。これも謎、皆目見当つかん。なあ、え、みんな分かった？この謎。俺マジでこれやばい、分からない。ちょっとごめん、ヒント見ていい？一回見せて。ね、知ってる？それは知ってる？それは知ってるよ。こっちからこって。これさ、鳥と、さっきの、海岸つか、フルーツが書いてあった絵のところ。え、それはわかるんだよ。それは分かってんだよ。でもここのさ、ちょっと一回冷静に考えてみるか。あ、待って、俺バカかもしれない。みんな、俺バカかもしれない。はい、ようやく気づきました。右上のストロベリーがなぜ僕にはチェリーに見えたんでしょうか。アホですね。今冷静にね、手元に書いてあるそのコマンド表と海外に書いて、なんだ、鳥の順番、鳥の数数えてたのよ。で、この絵画見ながら、何なんだろうと思ったら、あれ、イチゴだね。これ、チェリーじゃなくてイチゴだね。無駄なところで5分くらい悩んでたね。ってことは、順番が、右 Y、チェリーじゃない。チェリーがそこにあるってことは、ここが A になるのか。ここが A になる。ってなると、右 Y、左上 A。え？違う。
え、レモンが右で反転してるって考えたら2がここがバナナだろ。で3がフォークとスプーンだから左だろ。で A だろ。あー間違えてたね。ここが違かったのか。俺反転で考えたらこうだね。はあ、これで晩酌？これで晩酌の部屋。今回のお化けはお前か。で、なんだこれ。チェリーが2個？で、なんかわからないものが書いてあって。フォークとスプーン。リンゴ？グラスグラス？これ一旦打ってみる。リンゴグラスグラス。なんもないね。上は？上も特に何も書いてあるものはない。これメモるか。これメモ取ろう。いちごが2個、いちごが2個で、で右空欄チェリーが4個、チェリーが4個で、空欄、リンゴが3、4、5、6、7、リンゴが7。あんで、あんで、これこそさ、全部の部屋にあった合計数が多い順番に書いてるんじゃない？リンゴが必然的に一番最後多いってことになるんだったら、フォークとスプーンがここにもあって、グラスがここにもあるのよ。ここを数えなきゃいけないってことを考えるんだったら、これがわかんない。リンゴからのグラスグラスがわからない。これ何？なーにわからない。うん。あーなんだい？一旦全部数えてくる？一旦数え直してくるのも一つの手だよな。はい、バニーニー。バニーニーが？これさ、ここにも書いてあるやつメモんなきゃいけないのかな？そしたらさ、書店のところにあったやつ、数えてないんだけど。いや、いい。とりあえずできることを全部試せばいい。まず、バナナ、正の字で書いていこう。バナナが1個で、ここにあるものは一旦考えないものとして、いや、考えるものとしよう。これバナナが2個、これで、で、リンゴが1、グラスが1で、あ、スプーンだ、あ、スプーンだけでいいや。スプーンが1個で、レモンが1個で、チェリーが1個。これで、じゃあ次の部屋行きましょうか。次が確か、今ここが秩序の部屋だっけ、いいのか。秩序と順番の部屋にいるから、間違えた。皿上、皿上、皿上行こう。皿上、皿上。皿上は、ここのやつもメモ取るのであれば、いちごが1個で、レモンがこれで2個、フォークとスプーンがこれで2個目、でバナナが3個目で、グラスもこれで2個目で、リンゴが3つ、1、2、3、最終的にリンゴが一番多くなるはずだからね。でチェリーが、1個増やすと。でリンゴがこれで5個目で、グラスがこれで3つ目。じゃあこれを元にして、晩酌の部屋に行きますか。リンゴが7にならないんだよな、これでも。初期の部屋にもやっぱり、初期の部屋の数も数えなきゃいけなかったんかな。
このリンゴグラスグラスの意味が分かんなくない？まあいいや、とりあえずリンゴはこれで6個、フォークとスプーンはこれで3個、これは数えなくていい。いちごがさ2個なのがおかしいんだよね。1個しかなかったんだよね。でチェリーも2個しかなかった。これさ騒がしい食卓に帰れないのかな。帰りたいんだけど。これさ亀裂が入ってるところにやってみる。リンゴ、リンゴグラスグラス、あの亀裂もさ分かんないじゃん。だってここやってみるか。リンゴグラスグラスだから、やっぱそうだ。え、なにここ。あ、今の呪文は騒がしい食卓に帰るための呪文だったのか。え、じゃあこれで、え、チェリーが3つ、チェリーが3つで、バナナが4、ここで初めてのブドウですね。ブドウが1、レモンが1で、ここのやつもメモるのであれば、チェリーが4、いちごが2、リンゴが7、ブドウが2、バナナが5で、グラスが3、フォークとスプーンが4で、真ん中の右の絵を見るのであればレモンがプラス2で5になる。で、ブドウが3。はい、ひとまず全部の部屋のフルーツとグラスとフォークの数は数えました。じゃあこれを元にさっきの呪文の晩酌の部屋行ってみようか。はい、まずイチゴがこれで合計2個になってればいい。イチゴ2個だ。やっぱそういうことだ。個数が少ない順にコマンドを入力していけばいいんだ。なるほどね。じゃあイチゴは A だから、イチゴは A で、次が3個のやつ、ブドウ、ブドウは X で、次がチェリーでしょ。チェリーは4個だね。チェリーは4個だからチェリーが上で、4の次多分5しかないんだよ。バナナが5、じゃバナナが Y だ、 Y で6、次6個のやつ、6個がねえな。グラスも4つ、スプーンも4つ、最終的にリンゴになればいいんでしょ。リンゴが7でしょ。リンゴは7だった。リンゴは B、 この間に入る数字。レモン、待って、レモンとバナナの数が一緒だ。バナナと決め込んで Y にしたけど、グラスがここに2個ある。またそしたら必然的にグラスにならん。ここに2個プラスされて書かれてるのであれば、フォークとスプーン、ここにもフォークとスプーン書いてある。合計数の数え方を、間違えてるのであれば、ちょっと一旦また戻る。
俺ここのレモン入れたっけ。俺ここのレモン入れてなくない？そしたらレモンが6個になるんだ。え、じゃあじゃない、もう溶けたんじゃない。レモンが6個になる、これで。じゃあレモンなのかな、順番で入れるなら。レモン右だ。 AX 上、 AX 上 Y 右 B で、おそらく端ケールなんだよね。ちょっと、いや、ダメ、いや、待って、でもさ、もうこれミスすると時間がさって、悩んでる時間がもったいないな。ミスったらミスったで、ちょっと、やったー、解けたー、難しくなってきてる。待って、今のさ、これ40分のステージだべ、もう35分ぐらい使ってたことやら、やばー。はい、でミッションコンプリート、忘れられた美術館開放成功でございます。これさ、マドリカ不動産って言ってんのにさ、こう 美術館に住めるようになったらおかしいけどな。公共のものやら。うわ、地獄。はい、ということで、なんとか忘れられた美術館ね、クリアすることができました。ちょっとヒント一回見ちゃったから、ちょっとずっこいかもしんないけど、あのヒントはかなり不親切なものだったんでないでしょうか。はい、じゃあ次はですね、こちら、顔顔。うわ、オフィスビルだって。これだから2階あるんじゃない？ 2 階とか3階とか4階とか。うわ、ちょっと次回もかなり波乱万丈な展開が予想されると思いますが、全力でまた頑張っていきたいと思います。そして皆さん、ここ最後ちょっとご報告がございます。明日ですね、5月の12日、新実況のシリーズが始まります。もちろんマドリカもやりつつね、ちょっとバイオも復活させるために何度か頑張ってるんですけど、ゼルダの伝説、ティアーズをね、もう早速実況していきたいと思います。それでは皆さん、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。